こんにちは7月19日主の誠実リビングライフの時間です今日私たちに与えられた聖書箇所はローマ人への手紙1章の1節から7節テーマはイエスにあって与えられた神の民の驚くべき地位今日も主の恵みと語りかけを共に受け取りましょう ドーマ人への手紙一章一節から七節キリストイエスのしもべ神の福音のために選び出され使徒として召されたパウロからこの福音は神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたものでミコに関するものですミコは 肉によればダビデの子孫から生まれ聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方私たちの主イエス・キリストですこの方によって私たちは恵みと死との務めを受けました皆のために全ての異邦人の中に 信仰の従順をもたたらすすめですその異邦人たちの中にあってあなた方も召されてイエス・キリストのものとなりましたローマにいるすべての神に愛され召された生徒たちへ私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように さあ今日からローマ書がスタートしますローマ人への手紙は皆さんもご存知だと思いますけれどもサウロが救われてパウロになりコリントで書かれたものですテーマはもちろん福音ですある人がこのローマ書をキリスト教信仰の大聖堂と表現をしました 本当に福音のすべてが詰まっているそのキリスト教の絵画が大聖堂にたくさん飾ってあるように福音の素晴らしさが余すところなく語られているのがこのローマ書です。最初にパウロはままず自自分のの己紹介をしますキリスストイエスのしもべ 神の福音のために選び出され人として召されたパウロ私たちは自己紹介をしますはじめまして私は何々です皆さんは何から自分のことを紹介するでしょうかもちろんシチュエーションやその場に集まっているまあ、趣旨っていうんですか趣旨だったりメンバーだったりによって自己紹介をする内容というのは 変わってくると思いますけれどもパウロは真っ先に自分のことを紹介する時に「キリストイエスのしもべです」ということを第一に伝えました彼,が彼のアイデンティティはそこにありました「私はキリストイエスのしもべなんだ」「イエス様の福音に仕えるものなんだ」 そしてこの福音を伝えるために使徒として選び出され召されたんだという自覚これがパウロにとって私はこういうものですという一一番根底でであり第一の紹介でしたこれがブレない生き方かなと思いました。私もこの使徒として 伝道者として召されて三十年以上が経つんですけれども振り返ってみると何度も何度もブレたことがあったなということをその失敗を振り返りますそしてなぜブレたんだろうということをこの箇所を見て気がつきましたあ、そうだ私はキリストイエスに属するものイエス様に声をかけていただいて この伝道職に召していただいたんだ。そこの中心のイエス様っていう土台をがちょっと薄らいだときにブレて心が折れてしまっていたんだなというふうに思います。アイデンティティという言葉がよく使われるようになってきました。パウロはキリストイエスのに属する キリストイエスこそが彼のアイデンティティでありそれは決してブレない明確なものでしたそして彼はこの手紙を書いた理由を明確にこの後述べておりますそれは二節この福音はこの手紙の 中心は福音です。神がご自分の預言者たちを通して聖書にあらかじめ約束されたもので御子は肉によればダビデの子孫から生まれ聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方私たちの主イエス・キリストです。 たまにあのちゃんと勉強していない人がテレビのコメンテーターなどでユダヤ教は旧約聖書を信じていてキリスト教は新約聖書を信じている人たちのことですっていうのを聞いたことがあります嘘つけちゃんと勉強してからテレビに出てよとこっちからあの突っ込んでいるんですけれども「旧約聖書の予言なくしてはこの福音は語れません」。イエス様は 旧約聖書の予言の成就ととししてて救い主として現れたですからこの「旧約聖書」あらかじめ約束預、えー、言者たちを通してあらかじめ約束されたものということはとても重要なのです。そしてその予言通りにイエス・キリストがイスラエル人が待ち望んでいたダビデの子孫として生まれました。これはメシア予言の通りです。 素晴らししい父に生まれまれたけれども彼は人間なのだということが肉によれば人ということが書かれていますそして聖なる霊によれば復活ににより力ある神の子として公に示された復活ということ十字架に続いて復活ということが救い主メシエである 証拠なのです私はこの手紙で「この主イエス・キリストについて書きます」というパウロの宣言です。そしてなぜ書くのかこの方によって私たちは恵みと使徒の務めを受けました皆のために全ての異邦人の中に信仰の従順をもたらすためです。私そしてあなた方もこの方によって 救われただけではなく人の人,人としての務めをいただいたんだよこの恵みは第一コリント2章の10節に神の恵みによって私は今,あ今の私になりましたとパウロが言っていたように本当に今この人になったのは神様の恵み以外の何者でもないでもそれは私だけじゃなくてあなた方もですよ ローマの愛する皆さんそれをあなた方も見されたっていうことを受け取っていきましょうこれがこれからのローマ人ートの手紙の内容になっていますあなたはご自分のことをキリストに属する神の聖なる民だと自覚し意識して感謝して生きていますか 皆さんは「アメージング・グレイス」という曲をご存知でしょうかおそらくこれをご覧になっていらっしゃる方々で知らないという方はいないのではないかなと思います賛美といえばドラマや映画などでもまずこのア「アメージング・グレイス」が流れることが最近多くなりました。またたノンンンクリスチャンのシンガーたちも 多くこの「歌歌を歌っていますこのアメイジング・グレイス」の歌詞をちょっとお読みしましょう「なんと美しい響きだろうか私のようなものまでも救ってくださる」「道を踏み外しさまよっていた私を神は見つけてくださり今まで見えなかった神の恵みを今は見いだすことができる」 主は私に約束された主の御言葉は私の望みとなり主は私の盾となり私の一部となった命の続く限りそうだこの心と体が朽ち果てそして限りある命が止む時私はベールに包まれ喜びと安らぎの時を手に 入れるのだこの驚くばかりの恵みが私たちのものであることを心から感謝し受け取りましょうお祈りをいたします愛する主をありがとうございますこの驚くべき恵みを私にもまた皆さんにも与えてくださっていることをありがとうございます日々 この恵みに感謝しまたキリストイエスに属する神の聖なる民とされたことを喜び感謝しながら日々を歩ませてください。感謝しイエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン